耳から学ぶ死後世界の法則。7、誘拐の法則と霊界の法則。2、危機物語。死後の世界を構成する有質分子とは、魂が限界を離れて最初に入るのは誘拐である。しかし死者は最初は自分が死んだことに気がつかない。その一つの理由は、誘拐があまりにも限界に似ているからである。限界が物質分子でできているように、誘拐の自然や事物は有質分子で構成されている。幽体を持って誘拐の大地を歩けば、肉体を持って限界の大地を歩くのと同じ感じがする。空行く雲、流れる水、野辺の花、森の木、すべては限界と変わりがない。しかも全体の風景まで限界のかつて住んだ環境とそっくりだ。これでは起誘者誘拐に帰ってきた者が自分が死んだという気がしないのは当たり前である。これは次のような理由によっているのである。誘拐、霊界、物界、かっこ、深海などというところは、三次元の人間界と違って、地球とは別の異次元の世界に入るのだろうと、誰しも考える。ところが、誘拐は位置的に大体地球と重なっている。誘拐の下層は地球の地下に潜り込んでいるし、上層は地球の上空何百キロメートルという位置にも拡大している。心霊写真などに出てくる誘拐人は、大体地球表面上を浮遊している霊である。自爆霊も地球にしがみついているので、人間にしばしば厄介な霊障、災いをもたらす。気球を例にとると、バスケットの部分が地球で、大きな気球が誘拐、霊界とも言える。それほど誘拐、霊界は地球に比べて範囲が広大なのだ。霊界になると人口も地球より多くなる。こういう限界と誘拐、霊界の関係は他の天体でも大体同じである。金星や木星に人間が住んでいないとしても、それはバスケットに人が乗っていないだけで、上空の気球すなわち霊界はちゃんと存在するわけだ。したがって地球上の再生者、死後再び現世に生まれたものの中には、他の天体からの再生者が含まれる可能性がある。こうした記述が限界の物質観からはどうにも奇妙で不可解なことと映るのは、ある程度はやむを得ない。しかし現代の科学は物質の本質について恐ろしく基本的な問題を放置してしまっている。それはエネルギーと物質との区別がつけられないでいるという点である。つまり限界の物質の本性である重さ、正確には質量と呼ばれるものと熱や引力といったエネルギーとの違いを説明することを諦めている。それどころか現実にはそれらには区別がないと考えている物理学者の方が多いとさえ言える。難解をもって知られたアインシュタインの相対性理論の最も重要な結論は何であったか。質量とエネルギーとが等価であることを突き止めたことである。わかりやすく誇張して言えば、目の前にある石ころが全て熱というエネルギーに化けて、物質存在としては何の痕跡も残さずに消えてしまっても不思議はないことを意味しているのである。その後石ころはエネルギーという新しい形態に生まれ変わって宇宙に存在し続けるわけだ。エネルギーとは、見方を変えれば限界の物質が本来持っている潜在能力ということもできる。誘拐を構成する有質分子についても、あらゆる可能性を持ったある種のエネルギーといった捉え方をしておいてもよい。このエネルギーは限界においては肉体を操作し、物質世界の中で様々な行為を起こさせているが、誘拐や霊界に放出されてその世界の一部になると、その世界の法則に従って組織化され運動するようになるのである。そうしたエネルギーが自由に振る舞うためには、限界における肉体はむしろ障害になっていると言ってよい。有質分子はまたある条件が整えば
未知のプロセスを踏んで、再度、限界において物質化するということも考えられる。誘拐の出来事は限界でも見聞きできる。心霊科学者の C.W. リード・ビーターは、前章に引用した見えざる助力者という本の中で、誘拐や霊界の存在が限界人にも知覚されるように物質化されるケースとして、次のようなものを挙げている。1. 眼色はあるが、普通の人の目には見えない物質化。この物質化は、コフレイ術の回で、人の腕をピシャリと叩いたり、人の顔を打ったりする見えない手のことである。時には、物理的なものを運んだり、テーブルを叩いたりすることもある。2. 見えるが、触れることのできない物質化。空間に手を伸ばすように、その霊体に手を差し込むことができるものである。ある場合には、誰が見ても霧のようにぼんやりしていて認めにくいが、あるものは、その外形は、全く、普通のものと同じで、誰かがそれをつかもうとさえしなければ、その立体性を疑うことのできないものがある。3. 見えるし、触れることもできる、完全な物質化。この場合、例えば、外形が、君の死んだ友達にそっくりである、ばかりでなく、君がよく知っているやり方で、心から握手もする。こうした物質化は、それが必要な時に、リードビーターが言うところの助力者、つまり、守護霊などの高級霊が用いる方法で、誘拐物質からも、限界の空気からさえも、必要な物質要素が凝集されるのである。霊魂は、誘拐で浄化され、霊界に向かう。さて、先述のように、誘拐は、限界と比較的高級で安定している霊界との間にある、様々な階層の総称である。誘拐は、さらに、大きく、2種類に分類できる。霊界にかなり近い上位の階層と、下位にあって、限界から、上位の誘拐に入るまでの待合室のような働きをする階層とである。前者に相当するのが、スウェデンボルグの言う精霊界や、心霊科学で言う第二階層中間世界、第三階層無限界である。仏教に言う中や、スウェデンボルグの言う煉獄は後者に含まれる。ここは、中間的な階層であって、霊魂にとっては、あくまで、一時滞留の世界である。心霊科学の分類には、海遊界に相当する分類がないが、第二階層、すなわち、中間世界の中に、中央的な階層が含まれてしまっていると考えればよい。海遊界である中央と煉獄とは、全く一致しているわけではないが、おおむね、共通の性格を有していると考えてよい。本説では、誘拐の一般的な法則を述べ、しかる後に海遊界について詳述することにするが、それまでの間、海遊界については、以下のように理解しておいてもらえばよいだろう。海遊界は、限界と上位遊界の中間にあるわけだが、上位遊界や霊界入りする者にとっては、その準備をするところ、または、休息所のようなところと考えればよい。したがって、いずれの起遊者、誘拐に帰ってきた者も、そう長くは、海遊界に留まることはなく、2、3日から50日まで、長くて30年止まりである。しかし、中には100年、あるいは、それ以上も、海遊界にうろうろしているものもある。これはむしろ例外で、霊魂の浄化に手間がかかっているのである。誘拐の仮想になるほど、浄化に手間がかかるから、滞留年限が長い。地獄などは、誘拐で浄化しきれない落第組が行くが、何万年もかかって浄化される。地獄の獄卒、地獄の鬼は、亡者をいじめているのではなく、親切心から、早く楽になるように苦しみを与え浄化してやっているのである。誘拐や地獄は、ちょうど洗濯機のようなものと思えばよい。汚れた人間を、洗濯機の中に投げ込んで振り回しているうちに浄化される仕組みである。地獄は、中雨という誘拐を出てから行くところなので、厳密には霊界と呼ぶべきだが、位置的には、海遊界の一つと考えても良いだろう。
チベットの死者の書には、煉獄の有様が描写されているが、中雨とか煉獄は、一般に考えられているような、ただ暗くて恐ろしく、絶望的な世界ではなく、本当は、上級の階層に入るために、ほんのしばらく、心の準備をするところと考える方が良いのである。